皆さん、こんにちは。今日は雪村泉さんのことについて紹介します。まずは雪村泉さんの経歴とプロフィールから紹介します。雪村泉は日本の歌手、女優、画家、一般社団法人日本歌手協会相談役、愛称は本名からトン氏、トンちゃん、本名朝比奈智子、生年月日1937年3月20日、出生地日本の旗、日本東京府東京市目黒区大岡山、血液型 B 型、職業は歌手、女優、ジャンル映画、活動期間は1952年現在、著名な家族、妹朝比奈愛子、不長女朝比奈マリア、1953年16歳で思い出のワルツでビクターからレコードデビュー、以来青いカナリア、オーマイパパなどのヒット曲を連発。 NHK 紅白歌合戦には通算10回の出場を果たす。子、美空ひばりさんやエリチエミさんと共に3人娘として多数の映画に出演し人気絶頂を迎える。66年から70年はアメリカを活動の拠点とし、テレビ出演や全米公演などのアメリカツアーで活躍。日本のポピュラーミュージック、ショービジネスを長きにわたりリードしてきた存在として、1998年に紫綬褒章を受章。雪村の芸名は、築地にあった料亭、雪村の常連客であった東宝社長小林一三との縁に由来する。1964年の帰国後、当時の日本では導入されていなかった歌手がホスト役を務めるワンマンスタイルをいち早く取り入れた一人である。1964年1月に大阪老音リサイタルで披露した約束は大きな反響を呼び、久々の大ヒットとなった。この曲は6分余の大作だったため、新たなカッティング技術を導入しての発売となった。この痛烈なる反戦歌は丸山明宏の「酔いと負けの歌」とともに日本のメッセージソングの元祖と呼ばれている。1950年代、エリチエミさん、美空ひばりさんとともに3人娘と呼ばれるなど、昭和を代表する人気少女歌手となるも、人気絶頂の1959年22歳の時には母親の8500万円、現在の貨幣価値で25億円もの借金を証拠になったという雪村泉さんですが、一体何があったのでしょうか。母親が主治医と再婚し、勝手に豪邸アパート病院を次々と建設していた。実は雪村さんのお母さんは結核で入院していたそうで、その際主治医と恋に落ち、1955年に再婚したそうですが、その後娘である雪村さんが美空ひばりさんとエリチエミさんに対して肩身の狭い思いをしないようにと、雪村さんのお金で勝手に東京世田谷区の小山台に建坪330平方メートルの豪邸とアパートを新築し、さらにはご主人が委員長になるための病院まで建設したのだそうです。ちょうどこの頃は高度経済成長の幕開けとなる大型好景気、神武景気の真っ最中だったそうです。雪村泉は母親の莫大な借金を一人で背負っていた。しかし1957年頃にはバブルが崩壊し、予定していた銀行融資が白紙になったことから、お母さんは高利貸しに手を出してしまったそうで、1959年には借金が8500万円にまで膨れ上がり、豪邸アパートすべて売却するも完済には程遠く、この借金はすべて若干22歳の雪村さんにのしかかったのでした。当時高卒の初任給が5000円くらいなので、現在の貨幣価値に換算すると約25億円、母親の借金8500万円、現在の貨幣価値で約25億円を20年で完済していた。こうして雪村さんはこの莫大な借金を返済するため、短期間で膨大な映画の出演をこなし、翌年の1960年にはアメリカからオファーがあったホリデーインジャパンという公演のため渡米すると、幸いこの公演は予定よりも公演期間を延長するほどの人気を博し、多くの借金を返済できたそうですが、それでも
完済までには20年の歳月を費やしたそうで、雪村さんは母が入院した先の病院の先生と恋愛をしちゃって、ものすごい借金をして病院まで建てちゃった。その借金を返すのに20年かかりました。だから55年。2008年時点、もう歌ってますけど、お金は全然ないんです。でも親孝行だと思ったし、そんな状況でも前向きにベストを尽くして頑張ることが元気の源でもあり、健康の源にもなったんじゃないかしら。当時の8500万円だから、今だったらもっとすごい額になっちゃうわね。母がお医者さんに惚れちゃって、全部私のお金で病院を建てちゃったの。その後はとにかくコマーシャルを限りなくやって返したの。最初のコマーシャルは軍勢のナイロン靴下だったってことはよく覚えてる。返すまでに20年くらいかかったんじゃないかしら。でもあの借金のおかげで今の私があると思っているの。母を憎んだことはありません。それをバネにしたから歌い続けられたんだものと語っています。雪村さんは1956年頃から俳優のミッキー・カーチスさんと交際していたそうで、1958年、結婚のすべて若い娘たちと映画で共演するほか、1960年にはシングル恋の片道切符でもデュエットするなど、公私ともに順調だったようですが、恋の片道切符、1960年よりミッキー・カーチスさんと雪村さん、その後進展がなく、雪村さんはそんなミッキーさんとの中にモヤモヤを抱え、またこの頃お母さんの借金問題が発生したこともあり、1960年半ばやけになってミッキーさんに相談することなく、アメリカ公演ホリデイインジャパンのため渡米したそうです。6週間の出演契約だったそうです。するとそれまで優柔不断な態度をとっていたミッキーさんが慌てて雪村さんの出発直前になって婚約指輪を送ってきたそうですが、当時のミッキー・カーチスさんと雪村さん、アメリカの大学生ジャック・セラーと結婚。雪村さんは渡米して4ヶ月が経った頃、ホリディーン・ジャパンの公演先の劇場で掃除のアルバイトをしていたテンプル大学に通う学生ジャック・セラーさんと知り合うと、雪村さんの公演は好評だったため期間延長となっていたそうです。翌年の1961年にはセラーさんを日本へ連れて帰り、8月には電撃結婚。1962年には女の子が一人誕生したのでした。雪村さんがミッキーさんとの婚約を一方的に破棄した形となったため、マスコミからは随分叩かれたそうですが、アメリカ滞在中の4ヶ月もの間、ミッキーさんからは何の連絡もなかったそうなので、雪村さんが一方的に悪いというわけでもないようです。娘はタレントで画家の朝比奈マリア。ちなみにジャック・セラーさんとの間に誕生した女の子は1962年3月15日に誕生したタレントで画家の朝比奈マリアさんなのですが、雪村さんはマリアさんとは仲が良いようで、2008年頃にはマリアさん、マリアさんのご主人、孫、マリアさんのご主人のお母さんと一緒に住んでいたそうです。またマリアさんとは絵画や動物が好きという共通の趣味があるそうで、たびたびトーク番組などに2人揃って出演しています。16歳で歌ったデビュー曲思い出のワルツからずっとヒットし続けた雪村いづみさん、同い年だった美空ひばりさん、エリチエミさんと合わせて3人娘と呼ばれ、人気に拍車がかかりました。雪村いづみさんは引退するようなことを口にしたことがあったそうです。しかしまだまだやれると2013年に現役続行を宣言しています。2013年の時点でも76歳になっていましたが、歌い続けることを選択。2014年にはデビュー60周年を記念したコンサートも開きました。さらに2017年に80歳になった雪村さん、それを記念して配信限定アルバム雪村いづみのすべて思い出のワルツなど3枚を発売しました。その後はコンサートや新曲披露などの情報がありません。雪村さんは2023年現在86歳と非常に高齢になっています。80歳になっても
意欲的に活動をされているようです。雪村泉さんが現在も現役で活躍しているのはどんな理由があるのでしょうか。はっきり言って年齢的にまだ現役で活躍がしていることにびっくりしてしまいます。そんな彼女の元気の秘訣は何でしょうか。食べ物のことはすごく考えています。これは食べないとか、これは食べるとか、あとは寝る時間に散歩ね。目黒川通り沿いを上流へ歩いて、帰りはバスに台乗って帰ってくるの。食事や運動って大切なんだ。この他に感謝を忘れないことだそうです。今まで出会った人たちに仕事ができていること、健康で過ごせていること、家族が仲良く過ごせていること、全てに感謝をして日々を過ごされているとのことです。感謝って大切なんだね。他にも熟年万歳の取材の際に話していたのが、早く行ってしまった2人の分までという気持ちで現在もステージで歌い続けていると、美空ひばりさん、エリチエミさんのことを思っている発言もしていました。3人娘があったからこそ今も歌手を続けていられるとも語っていたそうです。今も2人のことが大切なんだね。さらにもう一度ヒット曲を出したいと意欲的に活動をしていらっしゃるので、今後の活動にも目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。